そうですね、非常に悟空とセルというのはもう本当鉄板コンビでバランス感抜群。そうなんですね。ピッコロがですね、これが魔の手という相手のガードを体勢を崩せる技がありまして、はい、そこから味方に攻撃をしてもらえるというコンビネーション、ここがですね非常に強い組み合わせになってます、ね、なるほど。まあ、この対決、はい、お互い1対1の性能で勝っていく、まあ、もしくはコンビネーションチームワークで勝ったというような組み合わせになっていると思います。まあ、下角、そして下ヘビー、さあ追い打ちはここで起爆波を使っていきます。さあピッコロ立ち上がりで、さあどっちを見る、さあ2打点されています。さあ横からは投げはカット、さあ近い乱数だな。ヘビー後の様の手はここは無敵で外れる。再び羽がいじめです。羽がいじめキャンセルして魔の手は避ける。さあこれ1対1セル、さあさあ再び魔の手、さあここからどうしていく。さあ味方にカットはさせないというところで悟空に向かっていきます。さあ横だ、さあ横だけ決定していて下だ守ったぞ。さあここどうする、ダメージチャンス。さあ横だから悟空をダウン使っていきます。さあここで2対1フルコンボを取ってカットを防止するために悟空を牽制。さあここで気弾を巻きますね。落ちるタイミング合わせましたね。さあここの気弾をさあ消費していきます。さあここでお互い全員ここで先頭を使っていきますね、はいはい、ここまで互角ですかね。そうですね、体力調整がお互い上手いのでいい試合になってますね。そうです、このダウンをするタイミングも結構大事になってきますよね。やっぱりお互い一人ずつダウンしてしまうと不利な時間帯できてしまいますから、はい、できれば両方同時に先頭を使った方が、まあ、望ましい。はい、その通りです。さあ再び1対1、さあ悟空はさあ横からの投げでダウンを取る。さあセルを2対1にできたが、さあどうする。ああよかった、投げはステップで悟空見事避ける。フルコンボでここでピッコロ大ダメージ。さあそしてパートナーの悟空がさあ2対1になっている。ここをうまくさばくことができるか。さあパートナーが互い攻め状態から、さあ真っ赤っこを殺法。さあ残り時間30秒、さあ常にここでフルコンボを悟空しっかり見ていました。ここはナイスカメハメハでカット。さあ残り時間が少なくなってきたか、どうなるか。セルが体力が残り1ミリというところだが、状態3に変えてください。2対1は厳しいか。さあ残り時間10秒、さあこの悟空の1位の体力このまま残るか。さあ KO。 さあ残り時間5秒、4 3 2 1 0。画面の方が、こちらはこちらは第1ギアの方ですね、はい、第1ギアチームの第1選手の画面でお送りしていきます。さあ始まりました。さあ立ち上がり、まずはどちらが流れを作っていくのか。さあここで激しい回し合いです。さあ回し合い、ヘッドアタックがここでピッコロを守らず起爆波。さあ最初の回し合い勝っていったのは第1ギアチームです。さあここで起爆波をどんどん消費していく。ピッコロを投げかけ、下から離して、さあどうする、横だ、横だの隙を見てから打撃ですが、ここは後ろからナイスカットですね。さあ悟空同士の一騎打ち、さあどっちが勝つ。さあステップから、おセルのカットが早い。さあ投げで体力を取っていきたいところ。さあ羽がいじめです。さあここをどうする。さあギリギリまで時間を使って、味方の追撃の時間、ダメージの時間をきっちり稼いでいきました。さあそして悟空がダウンですね。この悟空がダウン、はい、さあ体力はさあしかしですね、なかなか動画投稿チーム負けていません。さあここで4人全員の戦闘の日、これは接戦ですね。さあここからどっちを攻めていくのか。さあ海洋圏は打撃で潰される。さあそして起爆波を消費してから、ここで下ヘビーです。さあ追撃、はい、ダメージを取っていくかどうするか。あこの時間は、さあ着地見てから下ヘビー。さあそしてもう1回ダメージを受けた。さあここで悟空の体力がマックスに回復していきます。さあ残り時間は60秒といったところ。さあ悟空1位シンガカードの隙を見てからフルコンボ決めていきます。さあ流れはこれは第1ギアチームか。さあゲームを優勢に進めています。話があるぞ。さあここからどうする。さあ素早い滝切り替え、ピッコロの隙を見て切り替えていく。さあ悟空 KO から、さあフルコンボ、さあ着地を見てタックバースト。さあ
切りました。さあセルも回復して残り時間30秒。さあここで復活させないように敵の前方の方に行って時間を稼ぎ、そして大王拳、見事なフィニッシュです。